ピオグマさんの部屋にかけている十字架ですが、特に特別な特徴がないような十字架、綺麗な十字架ですけども、ところがこれ作られたのは釘なしで茶室を作る技術を持った大工さんです。ロス川教会の青年のおじい様でしたが、この十字架2枚の貼り合わせですけども、これ回転していくと左側が白、右側がちょっと濃い茶色。ところが左側が濃い茶色、右側が白。相当の技術のある大工さんですね。